はようございます。昼なんだけどね、昼の1時半です。なお先生が何やら窓を拭いています。じゃあなぜ窓を拭いているのか聞いてみましょう。ちょっとうざい。今日は今から YouTube 発表会の何セットを組むにあたって、やっぱここをね、あの光が入らないように、照明がちゃんと綺麗に出るように、スタジオの窓を、ね、今から、塞ぐための前の掃除をしてます。塞ぐ前のための掃除ですね。先にね、綺麗にして、あのからここをこう塞いで、今っていう感じで掃除をしております。しかも発表会終わったらもう暮れですからね。もう言ってくれやね。そう、だから大掃除も兼ねつつ、そうあの意図せず大掃除も兼ねつつ、今日はやっていきたいと思います。はい、頑張りましょう。また朝が来るかもしれないな。来るだろうな。参りましょう。こちらは、スタッフのチャンさんです。風花先生です。作業を邪魔にして邪魔しに作業を邪魔しに来た水木先生です。あと、まあ、直先生がさっき説明をした通り、オンライン発表会の今度はセットで使う壁を、2人には今日塗ってもらいたいと思って、今ですね、壁を塗る前の下ごしらえ、下ごしらえ、唐揚げでいうとこの一晩漬け込むみたいな感じ。ヤスリでですね、表面を削ってもっと色が塗りやすくなるように今削ってもらってます。塗りの作業でございます。すごーい、漆黒の漆黒のパネルが、うわー、あんなピンクだったのに。ただいま、午後5時50分でございます。いつの間にか暗くなってる。ですね、ちょっとさっき買い出しに行くとき動画撮影しようと思ったけど、もうなんか買い出しに必死すぎて撮影忘れて、まあ無事買い出しを終え、作業は進んでいるんですけれども、まあお腹空いた、お腹が減ったプラス、あのハプニングはつきものということで、いろんなハプニングにさいなまれながら、まながらも、今からご飯を買いに行きたいと思います。はい、どこに行きましょうかね。セブンに行く。セブンで買いたい放題。買いたい放題。そうだね、セブンに行ってみんなでご飯を買いたい放題、私がご馳走したいと思います。おー、やったイエーイ。え、何買おう、何買おう。よっか、じゃあハーゲンダッツとりあえず買おう。ということで、セブンイレブンから帰ってきました。イエーイ。いやーい、ここに紹介するよ。よくあるやつだ。でもこれもう半分もないぐらいですもんね。このこれプラスあとデザートとアイスクリームを買いました。そうだ、ヒヒヤ、そうだ、ね、はい、私はなおさんしか映らない。一人でご飯食べて。私はこれを買いました。スミレ、スミレめっちゃうまいですよね。それで、またどこのラーメンが食べたこと。私はタンタンタン。チャンさんは、私はグラタン、違う、ドリアです。ふーちゃんは、私がグラタンです。グラタン、私がグラタンです。私がグラタンです。おもろ。よし、じゃあ疲れを癒しながらご飯を食べましょう。いただきます。ヒヒエ。チャンさんがミシンをかけてくれています。集中しているのを邪魔しないように私が説明します。これは、発表会、今までの発表会のステージにもあったみたいな感じに両端、このスタジオの両端を真っ黒にしてみたいよ。あ、そう、こんな感じで、こんな感じで、こんな感じで、全部にもっとブローって、これもブローってやって、ステージ感を引き立てていきたいと思っております。めっちゃ上手。
初ミシンです。でも初ミシン、はい、白ミシンみたいな日頃裁縫しないので。そしてチャンさんが縫ったものを風花先生が、あ、違う、風花先生が縫う前のやつの準備をしてるのか。これもこれで大変そうだ。やっぱね、長さ間違えちゃうとですね、下の余り方が変わっちゃうから。ただいまの時刻7時35分です。頑張りましょう。そして生先生は何をしているんでしょうか。便器の蓋を開けてます。便器の蓋を開けてます。ハサミでどうやって開けるのが正解なんだ。こういうやつでカーンって、あ、本物のなんか綺麗みたいな、そう、ちょっとあれ、これカッターはあるけど、どれしてこうして、あ、でもこれいけそうじゃね。入らないかな。あ、ありがとう。こういう方が あるんだけどね、探したら。でももうなんか、うん、なんかペチョンって出てきそう。そしてさらにこっち側にもらった。戻す、戻す方向でいったらどうですか。こういうの繰り返して、割れるんかな、いつか。繰り返し荷重による疲労、疲労破壊。すごい、そういう名前なんだ。あ、そう。ひねればこう、あ、まあでも開きそう。そうだよね。交代しますか。お願いします。ダメだ。なおさん喜びの舞みんなのスタジオグッズを今、出して数を数えてみんなに渡せる状態にする作業をしてる的な感じです。午後8時25分です。まだ生きてます。ケツの動きがやばい。しばしばご歓談を。いい感じ。あともうパーカー着るだけですね、なおさん。うん、あともうこれパーカー着たらもうコンプリート。実はなお先生ですね、今これロンティー着てるんだけど、1枚めくったら、それもセブトレか。セブトレのミルフィーユ。そう、これにもあれだよ、パーカー着てもかんぱい。うん、最強。もうこの冬は越せるね。冬眠なしだね。いけるいける。スタッフちゃんさんと風花先生はまだ幕を作ってくださっています。なかなか大変な作業ですね。ラスト1枚。おー、ラスト1枚、ありがとうございます。笑い方やばい人。水木先生が畳んでます。こういうあの頭をつかない作業っていうのはすごく好きなんですよね。はい、そして風花先生、今日覚えました、この畳み方。もういつでもお嫁に行きます。もうお嫁に行きますよ。もらい手はいるかな。募集中です。よろしくお願いします。うちの風花パンが好きです。よろしくお願いします。終わりました。あ、お疲れ様です。では、じゃあ助っ人がまた一人増えました。やった、みんなで頑張ろう。